愛はありがとうございます。はい、というわけで今回ですね、ファミセンのコーナーでご紹介するゲームなのですが、チューンソフトさんから2月16日に発売されます。もうすぐですね。はい、こちら極限脱出アドベンチャー善人志望ですというタイトルなんですけれども、なんかあのタイトル聞いただけたとどんなゲームかわからないななんてさ、の最初はね思っていたんですが、皆さんも知っているかと思いますが、極限脱出9時間9人9の扉のこちらの作品のいわゆるまあ続編的な立ち位置の作品といえば皆さんもピンとくるんじゃないでしょうか。あの作品すごい好評だったんですもんね。まあ、私もちょっとだけねやらせていただいたんですけれども、すごくなんかあのいろんなロジックみたいなのがあったりとか、すごくあのミステリーな感じもドキドキする感じがねたくさんこう散りばめられてて引きつけられるソフトだったんですが、今回もその要素を引き継いだ上で今回新作アドベンチャーゲームということで、今回も脱出しなきゃいけないんですね。さあ一体どこから脱出なんでしょうか。はい、じゃあまずは今回はビータさんです。キラリン、あれかっこいい、すごいかっこいい、かわいい、好きだなこの絵柄。あら、うん、確かに前作のもちょっとねこう不思議な雰囲気の絵柄でしたもんね。はい、より今回かっこよくかわいくて、うん、あ、かわいい、すごい今一瞬出た絵柄がすごい可愛かった。はい、全員登場人物。なるほど、今回も仲間と協力したりっていうことになるわけですよね。そうです、協力もするんですけど、うん、時に裏切ったりもしなきゃいけないというか、協力と裏切りの選択肢があるんで。へー、そんな、じゃあハッピーエンドとかそういうのもあったりするし、なんかその人とは決別したりとかってそういうこともあり得るってこと。チーム分けみたいなのがあるので、好きな人と一緒にしたい場合でもいけない場合もあるわけです。今信じ合えばいいのの、あがちっちゃかったですよ。そうですね、信じ合えば。あ、脱出パートの目的は文字通り部屋から脱出をすることです。まずはスクリーン、タッチスクリーンの気になるところをタッチしてみてください。スクリーンを素早く左右に弾くフリックするとカメラの向きを変えることができます。あ、フリック勉強しましたね、ビータの最初の入ってるソフト で、ね。はい、なるほど、じゃあいきます。気になるとこですね。おお、かっこいい。スクリーンの右上には水色のズームという表示があるときはズーム状態です。元に戻るにはスクリーンを素早く下向きに弾くか、またはスクリーン下部にある水色の三角形をタッチしてください。素早く下に弾くか、これだ、もうちょいです。おお、あ、これ使い慣れたら面白いですね。そうですね、この部屋は確かアリスが調べているはずだが、アリスとは誰でしょう。アリスっていう登場人物が9人今回男女参加者、ゲームの参加者もいるんですけど、うん、この中の1人がアリスっていう女性です。これです。おお、アリス、アリスさん、なんかこうなんだろう、ちょっと神秘的なエジプトの女性みたいな雰囲気のある、エキゾチックですね。はい、で部屋の中にいろいろと仕掛けがあるんですね。仕掛けというか謎があって、一つの謎を解きながら他の謎もどんどん解いていくと全部の謎が一気に解けたいっていう。ということは同時進行でいろいろ考えていかなきゃいけないってことなんですね。頭使いますね。これなんだろう。おお、ちょっと嫌な感じの人型のね、え、いわゆるこれはここに何かこう遺体というかあったのかなっていうぐらいですね。なるほど、人の形のものを見かけたら左の前腕付近を調べてみて。こういう場合にですね、その左下のタッチというパネルがあると思うんですよね。うん、それをタッチしてメモっていうのを、これフリースペースで書けるのが2枚あるんですね。1枚と2枚使えるので、うん、あ、ここに、あ、すごい、全こういうことですか。とかあとは人型を書いて丸をしとくとか、うん、あ、なるほどね、もう完全に1枚使い切ってますちょっと水着着とるやんけなんだ、あ、あれ、これも剥がれた、あれ、あ、ここだけじゃなかったの銀って。え、さっきあの、うん、簡易ベッドのところに人型のマークで、うん、あー、人形があったらとか言ってたやつだ、うん、私が見たのここだ。そうです、ね、右腕、前腕6、すごいすごい、1、6、
ちょっとロト6みたいだねこれ。よいしょ。メモで撮ったんです、こう数字のやつとか、丸、星、これちょっと下手なんですけど、ダイヤ。なんででかいんですか。ちょっとあの勢い余ってググっていっちゃってでっかくなっちゃって、三角の場所がせっかくなっちゃったんですね。でこれのことですね多分。そうです、これに数字があったってことですね。そうです、これ1だったでしょ、これ 6? ダイヤが 8? 今うっすら見えてる、9、これでいいのかな。そうですね。はい、戻る。すごい、これもうちょっとで溶けちゃうよ。そうですね、うん、あった。これにさっきのメモ書き換えちゃいました。見よう、すいません。見よう、すいません。本当だ。うん、さっきのリンハガシの女性のやつに書いてあったのが、うん、星のとこに6、うん、丸のとこに1、うん、ダイヤのとこに8、うん、で三角のとこに9、うん、って書いてあったんですね。なんであとは星の順番とかを実はもう書いちゃってるんですけど、この暗号が読めません。そうですね。さすがでもみおちゃんかなり進めてらっしゃるので、すごくテキパキ私に今教えてくれてます。あとで私あのこのビータ持って帰っていいですか。あ、いいですよ。一から自分で、はい、正直それでやりたい。結構ちゃんとやると時間かかるんで、うん、今回は、ね、あの動画用意に割愛させていただいてる部分もありますけど、ね、悔しいもん、なんか私もっとできる子だよ。正直今の動画だと銀剥がしに興奮した女としてなんか映ってないけど、もうちょっとできることだと思いたい。はい、うん、よし、じゃあ丸、星、うん、ダイヤ、三角じゃないですか。丸、星、ダイヤ、三角、じゃあそうでした。16、8、9、16、8、9、なるほど、かけてみます。1、1、6、違う。一回戻りましょうか。ふう、戻って戻って、もう一回戻る。ふう、あ、来た。この不器用さ感は動画用ですよ。キラン。何のためのいらないっすね。あ、パーク忘れた。1689。1689で？で、かかるんですけど、一回音出しましょうか。果たしていいの？大丈夫です。ドキドキする。なんですけど、違うと。あ、通話中みたいな感じだよ。さっきの女の人のポスターが、こう腕とか逆になったりして、マークが逆になった。わかります？なってた。星とか、上下だっけ？そうです。うん。ということは逆だ。1685、違う。1689の逆？いや、マークが逆になってるものを。うん、三角が逆三角形になってるってことは、96が9になる。おお、来た。じゃあキラリン。1689が1191686。1986年といえば私いくつでしょう。関係ない。あ、すごい。左斜め上方、これだ。おお。9861。書かなくちゃ。書かなくちゃ。九。分かった。さっきみおちゃんがメモ書き換えたのは、私が大きく書きすぎたんだね。ちょっと使えなかったんです。すいませんでした。9861。1。はい。9861です。え、でも9とかな、低くない？あれ、ちょっと待ってよ。123036ってことは9でしょ？3と6で9。9886と2で8。98なんだっけ？6です。9861。はい、6は、3と3かな。で、1、0と1。エンターですね。え、嘘、今
適当に言ってたのに合ってるのかな。すごい。あ、なんか入ってる。あ、またここで謎があっていう。いや、これが金庫の、うん、金庫を開けるパスワードになっていて、うんうんうん、これが分かれば金庫の中を開けて脱出ができるという感じだ。なるほど。正直今回やっぱこのゲームっていうのはご本人でちょっとずつ進めていかないとちょっとよく分からないっていうふうに思われる方も多いと思います。今回ね、動画で大事なところを実は隠していたりとか、まあ、ヒントをお見せする部分もあったりとかしたんですけれども、実際にお一人でゆっくり進めていけば確実にちょっとずつ解けます。正直私はですね、ところどころみおちゃんにこう渡されて見ていたのでさっぱり分からないところもあったんですけれども、これ実際に後で持って帰っていいってことなので、私もですね最初からしっかりとシグマやねアリスの言葉を聞きながら進めていきたいと思いますので、ぜひ一緒に体験版プレイしてみてください。発売はチューンソフトさんから2月の16日に発売です。どうぞよろしくお願いします。